こんちゃ翔太です。この動画が上がっているということはですね、もう私の視界はですね、生まれ変わっているかもしれません。こちらの動画、10時ぐらいに上げようかなというふうに思っているんですけど、2月14日ですね、バレンタインデーやん、の2月14日にですね、動画自体は上げようかなというふうに思っているんですけど、2月14日の9時半からですね、私なんと目の手術やろうかなと思います。目の手術というか ICL ですね、以前から結構前に、お話ししていたかなと思うんですけど、ICL の手術やろうかなというふうに思います。ちょっとドキドキですね。しばらくはかなり、怖さっていう面もですね、落ち着いてたんですけど、ちょっと昨日ですね、昨日というか、この動画を上げている時だと一昨日ですかね、から急にまた怖くなってきて、いろんな動画をですね見漁っていたんですけど、基本的にはすぐに見えるようになるっていうところで、眩しさはあるみたいなんですけど、比較的、もうシュートした割と直後から見えるようになっているっていう風な感じらしいので、私も、どっちかというとそちらの見える状況っていうのをですね楽しみに待っていようかなと思います。ちょっとですね、もうメガネとかも、伊達メガネにしようかなと思ってるんですけど、今かけてるメガネに関しては、そうする準備をしたりだとか、コンタクトもですね、1日分ちょっと使いそびれましたね。今までワンデーでやっていたんですけど、手術の3日前からはですね、もうコンタクトの装用をやめてくださいっていうところで、もう少しですねコンタクトする予定だったんですけど、ちょっとですね流行り病にかかってしまったっていうところもあって、ちょっとコンタクトの消費がですね仕切ることができずに、ちょっと家にいるのに、私家にいるのにコンタクトするタイプではないので、家にいるのにコンタクトするのもなっていうので、ちょっとコンタクトを使い切ることはできなかったんですけど、記念に置いておくか、あるいは ICL の手術した後ですね、別にコンタクトをつけるのは OK なので、カラコンとかも別に OK ですし、今まで裸眼でこれをつけていたらこんな感じ、目が良くなった後にこれをつけるとこんな風に見えるんだっていう、もうお試し用で一回残しておこうかなっていう風に思ってはいます。正直ですね、あとメガネとかもどうしようかなと思って、今かけているメガネ、正直ですね、私周りになんかやったみたいな風に言われたくないので、今かけているメガネを伊達メガネにしようかなって思っているんですけど、今かけているメガネは今かけているメガネで、記念に置いておいてもういいのかなっていう思いもある一方で、ちょっとどうしようかなって迷ってます。多分ですね、伊達メガネと今の私のめちゃめちゃ牛乳瓶メガネ、さすがに分かっちゃうんじゃないかなと思うんで、かけて伊達メガネにすると、ちょっと結局バレちゃうんじゃないかなっていう気持ちもあるんですけど、伊達メガネにしようかなというふうに個人的には思っていますね。ちょっと1週間ぐらいはですね、あんまり激しい運動とかは、することができなくなるんで、おとなしくしておこうかなというふうに思うんですけど、手術後ですね、夜、元気があれば動画ですね、上げようかなと思います。放置少女とか一切関係なくですね、ICL のなんか直後レポートみたいなものはしようかなと思うんですけど、ちょっとホテルに泊まる予定なので、ちょっと普段使ってるマイクとかは使えないので iPhone のマイク越しに、ちょっと声は入れようかなと思っているんですけど、ちょっとそういったこともできたらなというふうには思っています。今の私の年齢がですね、大体アラサっていうところなんですけど、大体ですね、私ぐらいの年代の方が、やるような手術になっているみたいなので、平均すると、早くもなく遅くもなくですね、できる限りこういう手術って早いうちにやった方が、ヒゲ脱毛とかもしているんですけど、私、やっぱり何事も早い方がいいのかなっていう、歯列矯正とかもやっぱり年取ってからというよりは、若いうちにやっておきたいものになるかなと思ったりするので、やっぱりちょっとこういうのはできる限り若いうちに
やっておくっていうのが大事なのかなというふうに思っています。まあ、確定申告で医療費控除とかもやったりしないといけないので、まあ、ちょっとその辺の勉強もしつつですね、1週間ぐらいゆっくりしようかなというふうに思いますね。まあ今は別に特に何も思ってはいないんですけど、目薬がめんどくさいなっていうだけですね。1日4回3日前だから13、12、11か11ってことは日曜日から私ですね、目薬をさしてるんですけど、朝昼晩寝る前っていう1日4回ですね、目薬をさす時間っていうのがあって、これがちょっと全然守れてないんですよね。守れてないっていうのはちょっと私ですね、休みの日昼まで寝ちゃうんですよ。なんで朝ないんですよね。まず朝なくて、朝どうしようと思って、まあ、勝手に昼、まあ昼っていうかもう12時3時6時寝る前にしてるんですけど、勝手にそのぐらいの感覚で、取っている目薬をさしていると。で今日ですね、まあちょっと用事がというか普通に働いていたんですけど、まあってなるとちょっと昼に刺すの忘れちゃっていて今日もなんか今日は朝夜寝る前みたいな感じの、目薬の刺し方になったっていう。まあ明日はですね、まあ朝刺そうかなと思ってるんですけど、ちょっと目薬がまあ多分今刺してる目薬は最悪忘れてたらまあダメですけど、忘れててもなんとかなるかなと思っているんですが、手術後にもらう目薬ですね、確か3種類か4種類かぐらいあるんですけど、それ多分初日と2日目ぐらいは3時間に1回とか打たないといけないんですよ、確か起きてる間は。それがちょっと心配ですね。ちゃんと覚えていられるか、ちょっとスマホとかでアラームとかかけながらじゃないととてもじゃないけどなんかできる気がしないので、ちょっとその辺は注意しながらやっていこうかなと思います。あとちょっと心配なのは喉ですね。ちょっと今日電話して確認したんですけど、結構喋っていると咳込んでしまって、私今かなりこれ我慢してるんですけど、いつですね咳込んじゃうかというか、なんか最近声の出し方がおかしくなってて、なんかまあもともと腹から声出してないやろと言われたらそこまでなんですけど、なんかよりですね力をなるべく入れないように、発声しないとちょっと咳込んじゃうっていう風な感じになっているので、黙ってたら咳込まないんで大丈夫だと思うんですけど、なんか目触ってる時にいきなりゴホゴホって、目に風穴が開いたら嫌なんで大丈夫ですかって確認したんですけど、ゴホゴホ咳する前になんかちょっと合図してくれたら大丈夫ですよって言われたんですけど、合図できるかなってすごい心配ですね結構突発的なものなんで、でまあ今喋ってるんで結構きついですけど、まあ喋るのをやめたらまあ割と大丈夫じゃないかなって思ってるところはあるんで、まあ心配はそんなにしてないんですけど、ちょっと心配ですね。正気麻酔とかもするんで大丈夫なんかな、かなりなんか肺が痛いんですよね。肺が痛い、まあちょっと心配ですね。まあまあかかってからは十分ですね期間も経っているので、まあ特にもう療養期間とかそういうのではないんですけど、まあそれでもちょっとなんか私は後遺症残っちゃっての後遺症なのかな、まあ結構ちょっと喋る系によりにもよって喋る系にかなりのダメージを負ってしまったので、ちょっとそこが心配だなと思います。またですね、明日多分ちょっと放置少女の動画は上げられないんじゃないかなと思うんですけど、まあちょっと目の動画はですね、上げれたら上げたいなと思うので、もし参考にしてくださる方がいたらですね、参考にしてもらいたいなと思います。まあ、普段放置少女の動画を見ていない方もですね、一般の方、まあ放置少女プレイヤーじゃない方にもちょっと見てもらいたいなって思ってる部分もあるので、まあ可能な限りですね、ちょっとこまめに実際にやるんで、まあ、アイシールの動画は上げていきたいなというふうに思います。まあちょっと今回の動画はここまでにしようかなと思います。かなりドキドキし、さすがにちょっとドキドキしてきたんですけど、まあ地味に9時半とまあまあ早い時間なんで、まあ早くですね、とりあえず寝て体力の回復に努めようかなというふうに思います。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画も、まあ、ICL の動画もちょっと しばらくは上げていこうかなと思うので、もしよければメンバーシップの登録、X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。